はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきます。よろしくお願いします。今日はですね、前回流れのある海でのフィンワークというようなお話の中で、安全停止の部分はちょっと深掘りしていきますよというようなお話をしたと思うんですけども、今回はその深掘りの安全停止についてのお話をしていきたいと思います。ロープを上手に利用した安全停止というようなテーマで今日はお話をしていきたいと思います。今日も3つの概要でお話をしていきましょう。まず1つ目、安全停止に利用するロープの種類。2つ目、先行ロープでの安全停止の注意点。3つ目、固定ロープを利用した安全停止からエキジットまでのテクニック。今日はこの3つのお話をしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、早速じゃあ1つ目、安全停止に利用するロープの種類というようなお話からしていきたいと思います。流れのある時に安全停止を行う時、ロープを利用して安全停止をするということが一番楽なテクニックになってくるんですけども、その際に利用するロープの種類っていうのが大きく分けて2つあります。これは覚えておくととっても便利だと思います。1つ目は非固定ロープ、要は水艇と船が固定されていない状態のロープ、いわゆる先行ロープっていうのがそうなんですけども、船を係留した状態から船にぶら下がるように重りをつけて下に垂らしてるだけのロープ、これを非固定ロープという。では固定ロープ、固定ロープっていうのは船を水底と係留する際に使うロープです。船の前から出ている水中の例えば V ロープと係留しているロープであったりとか、アンカーリングであればアンカーとつながっているロープであったり、こういうロープを固定ロープって言います。船が係留する際に使われているロープを固定ロープ。この2つのロープの種類があることをまず前提に覚えておいてください。では2つ目、先行ロープでの安全停止の注意点。今言ったように先行ロープですから非固定ロープでの安全停止の注意点についてのお話をしていきます。皆さんが最後ダイビングが終わって安全停止に入るときに流れがあってロープに捕まって安全停止をする際に、先行ロープに捕まって安全停止をするとします。まず1つ目、流れの影響をしっかりと把握してほしい。流れがどっちからどっちの方向に向いているから、ロープに捕まった時に自分の体はどうに流れを受けるのかなっていうことをまず1つ認識をしなければいけないです。次、2つ目、浮かされないテクニック。今言ったように非固定ロープっていうのはただ下に重りをつけているだけのロープです。もしも1人の人が捕まって2人の人が捕まったとします。皆さんも何人か経験ある方もいるかもしれないと思うんですけど、何人か3人4人5人とかロープに捕まってくると、どんどんロープが浮かされていって、安全停止最初5メートルでやっていたのに気づいたらあれもう2メートルだとか、もしくはもう水面まで来ちゃってる、0メートル1メートルだ、もうこれ安全停止にならないなっていうのを経験のある人もいるかもしれないんですけども、流れを浴びている状態、1つ目で流れの影響を感じました、こっちから流れが来てます、固定ロープではありませんので非固定ロープに捕まっているわけですから、おのずとロープは流れの抵抗を受けます。人間も流れの抵抗を受けます。ですのでどんどんロープはこう斜めに浮かされていきます。極力浮かされないテクニックとすると、まずはしっかりと BC を抜いてください。ロープに捕まってるわけですから BC の浮力はいらないわけです。しっかりと浮力を抜きます。でロープに捕まった際もただボーっと捕まってるのではなくて、できれば少しだけフィンキックで流れに対応していく、流れに向かっていく動作、そうすると流されはしないんですけども、まあ若干ぶら下がってれば疲れないんですけど、これが浮かされないようにするためには少し流れに対してフィンをかいていないと、ただぶら下がっていればおのずと流れの抵抗を受けてバーッと上げられてしまう。ですので安全停止やってる意味合いっていうのがなくなってしまいますので、この辺は覚えておくといいと思います。非固定ロープでの安全停止は必ず体が浮かされると、それを対応していかなければいけない。ではですね、ちょっと水中映像を見てみましょうか。非固定ロープでダイバーが捕まった時に、2人のダイバーが捕まっただけでも少し流れているだけでロープが浮かされているような様子、ちょっとこの様子を映像で見てみましょう。こんな感じです。
はい。というように、二人のダイバーだけでも、まあ、この日流れはそんな強くなかったんですけども、やはりエキジット口よりも少し浮かされた状態での安全停止になってきてしまいます。これが流れがもっと強くなってきたりとか、捕まってる人数が多くなればなるほど、どん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 非固定ロープっていうのは、捕まれば捕まるほど、流れがある時には浮かされやすい。そこは気をつけて対応していかなきゃいけない。さっき言ったように、しっかりと空気を抜いて、全員が少しずつフィンを変えて、流れに逆らっていくこと。そうすることで対応ができてきて。それでは三つ目、固定ロープを利用した安全停止からエキジットまでのテクニックというようなお話にしていきましょう。流れが強い時とか、人数が結構いる時とか、非固定ロープで安全停止をするとちょっとリスクが高いなっていうような時に、ガイドは今日は固定ロープでの安全停止が安全だなっていうような判断をする時があります。その際には、まあ船の形状にもよりますけども、船の前から係留してるロープっていうのは出てます。で、先行ロープっていうのは船の中間とか後ろ側から先行ロープっていうのが出てるんですけども、固定ロープを使って安全停止を行って、その後固定ロープからエキジット口に向かってエキジットをしていくというような流れの安全停止。まあ中にはそういう経験をやったことある人もいると思うんですけども、初めての方もいらっしゃると思います。固定ロープを捕まって安全停止をする際、まず一つ目、固定ロープとエキジットの位置関係を把握してください。今言ったように固定ロープは船の前で係留しているロープですから、前のロープに捕まって安全停止をしていきます。その際にエキジット口ってどこなんだろうっていうような頭を持たなきゃいけない。後ろ側にエキジット口がある。このロープで捕まって安全停止したら、じゃあどこにラダーがあってどこでエキジットするのかなっていうのを必ず確認しなければいけない。これが一つ目です。次、二つ目、流れの方向を把握してください。固定ロープに捕まっている際に、前から後ろに流れているのか、サイド側からやや斜めに流れているのか、逆サイド側から流れているのか、この流れの方向を把握して、さっき言ったエキジットの位置関係と流れの向きを把握します。これは安全停止をしている3分間の間、皆さんコンピューターずっとこうやって見てる方ってもいらっしゃいますけど、コンピューターずっと見るんじゃなくて、その時にはもう水深がしっかりとロープ捕まってれば管理ができるわけですから、3分間の時間の中で流れの方向とエキジット口の方向をしっかりと把握する。で、その際にどのように自分はここからエキジットをしていけばいいのかっていうようなことを考えていきます。3つ目、安全停止後の移動中の水深管理。ここのロープに捕まった状態から後ろのロープに少し流れが入ってる。要は船の前から後ろに流れているような状態で、前の固定ロープからエキジットする際によくいらっしゃるんですけど、安全停止3分が終わった後に後ろのエキジット口を目指さなければいけないのに、そのまんま真下を向いてどん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 下へ沈んでっちゃう。後ろにある先行ロープに捕まってもう一回上がると一回下に落ちちゃったもんですから、また3分間の安全停止が始まってしまう。で、また先行ロープで安全停止を始める人っていうのがいるんですけども、もう理論的に全然理解していなくて、安全停止が終わっているわけですから、もうエキジットをしなければいけないわけですよね。要はこの際このまま水面に出てしまって水面移動で戻ってもいいぐらいな中なんです。ただし水面を移動するっていうのもまたちょっときつさがありますので、どういう風にしてほしいかっていうと、固定ロープからそのまんま流れに乗りながらエキジットにストレートに目指していく。ですから水深5メートルから斜めにエキジットにかけて0メートルまで斜めに進んでいくというような、こういうルートを歩みたい。これが安全停止後の移動中の水深管理ってやつ。映像で見てみましょうか。水深が落ちてしまう人、またまっすぐ行くんだけど流れの方向を把握していなくて流れに乗りすぎちゃって慌てて行き過ぎてまた戻って流れに逆らう人、こういう人もたまにいらっしゃいますので、この2つのパターンちょっと映像で見てみましょう。こんな感じです。
はい、今見ていただいたように前の固定ロープから後ろの先行ロープへ移動していく際に推進が落ちてしまえばまた同じ安全停止を繰り返さなければいけなくなってしまうし、流れの方向を把握していないからザーッと流れに乗っていて、わざわざ流れに逆らわないように船の前のロープでルートをたどってガイドが案内しているのに、また最後の最後先行ロープを通り越して結局は流れに逆らってるリスキーなところに行ってしまうっていうね、こういうようなことがないようにしっかりと推進管理をしてエキジットしていかなきゃいけない。ではじゃあ4つ目の安全停止後からエキジットまでのテクニックってやつです。今言ったように船の前のロープで安全停止しています。これ固定ロープです。固定ロープで安全停止した後にはまずはエキジット方向をしっかりと確認します。あそこにエキジットするんだな。それから流れの方向を確認します。今船の前から後ろなのか少し斜め気味に流れているのか、そしたらば必ずまっすぐにエキジット口に向かっていくんですけども、仮にこれが斜めに流れているとすれば少し斜めに角度をつけながら向こうに向かって少しこう半円を描くようにエキジットに向かっていく。船の前から後ろに流れているのであればそのまんまロープを離して流れに乗って水深を徐々に上げてそのまんまエキジットのラダーに捕まって体をぐるっと反転させます。エキジットのラダーに捕まって背中が潮で押されていますからぐるーっと回った形でこれでエキジット、ここのエキジットラインが一番流れの最終ラインになりますので、これを行き過ぎてしまえば前のロープで安全停止した意味合いっていうのがなくなってしまいます。そこだけしっかりと気をつけてテクニック的には推進管理をしてエキジット口を見て流れの方向を把握してスムーズにそのまんまエキジット口に向かっていける。重要なテクニックになってきます。でこれができると安全停止の時の無駄な体力が使わずに済みます。流れてる時の安全停止って結構きつくって、せっかくダイビングがすごい楽しかったのに最後の安全停止でめちゃくちゃ体力使ってなんか疲れたねこのダイビングって、最後鯉のぼりでもうきつかったねこのダイビング、こうになっちゃうんですよね。ですのでロープを上手に使った安全停止を学ぶことでかなりダイビングが終わった後の体力消耗っていうのが減ってきますので、その辺は覚えておくと良いと思います。で仮にロープを使わない時の安全停止に関しては前回の流れのある海でのピンワークでとこでお話をしたと思うんですけども、自分の位置を流れの上手でキープするための姿勢ピンワーク、この辺を保ちながら最終的に流れの上手からエキジット口までスムーズに上がる、絶対行ってはいけないエキジット口よりも流れの下手側での安全停止、この辺は絶対にしないようにですね気をつけてください。ダイビングの最後っていうのは体力が消耗していますので、流れの下手にいて疲れ切ってしまってそのまんま水面に上がってしまったとすると、水面から船までっていうのは水中移動よりも水面移動の方がはるかにきついですので帰ってこれなくなってしまうことがあるんですよね。その辺だけちょっと気をつけて安全にダイビングをしていければなと思います。またですね今言った水面移動に関してもまた別の講座で少しやっていきたいと思います。はい、今日はですねこんな形でロープを上手に利用した安全停止というようなお話でした。今日はこれで熱烈先生のダイビング講座は終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。まだまだ沖縄はですね暑い日が続いています。台風シーズンにもなっていますけれども、元気にですねダイビングしてますので、ぜひ皆さんも楽しいダイビングライフを送ってください。安全に楽しく潜っていきましょう。今日も熱烈先生のダイビング講座ありがとうございました。また次回。